あ割とレシートまとめたりと確定申告っていうのはそんなに辛くなくなったんですよね。えっと、まずやり方としては、これはあの僕のやり方なので、あのその通りあなた、そ皆さんができるかどうかは分からないですけど、まずあのニコニコ動画で2時間ぐらいのどうでもいい BGM のわ、まあ、割と好きな曲のタイプのメドレーを探します。でこれが長ければ長いこと言うのは、作業が例えば3時間とかで音楽が切れてしまって、音楽をつけ直さなきゃ、変えなきゃ、次の曲を見つけなきゃっていうので、 そこで集中力が切れてしまうのがよくないんですよ。なので、長時間流れるものっていうのを選んでください。まあ、あの別になんかその CD とかで自分でセッティングするとかで、自動的になんかあのプレイリストが流れるとかいいんですけど、まあ、触んなくても3時間ぐらい曲が流れるような状態にしておいて、でそれで片手間でやってください。であの酒飲みながらやってるぐらいがちょうどいいんですけど、要はその、面白くないことを真面目にやってると、なんかそ Twitter 見たくなったりとか、テレビ見たくなったりとか、他のことをしたくなっちゃうんですよ。 なので、片手間でダラダラとやってください。なので、のでテレビも見てもいいしそのなんかあの、映画とかも流しながらでも、音楽流しながらでもいいんですけど、ただ片手間でずっとその作業をし続けるっていう状態を続けてください。っていうのを、ある一定の時間を過ぎると完成してるんですよ。だから,そのだからあの、その、深いクオリティで作業を完成させようとすると難しいんですけど、もうつまんないものをどうでもいいけど、やらなきゃいけないよね。 のであれば、なだのだっていうので、なんの人と電話をしながらやるとかっていうパターンもありなんじゃないかなと思います。あのえっと、知識として分かっていることをすべての人が実践できたら、多分全すべての人は東京大学に入学しています。じゃあ、その、毎日1時間勉強したほうがいいよねとか、じゃあ、スポーツにとっても、じゃあ、毎日1時間これの練習をしたほうがいいよねとか、なんか筋トレは毎日1時間これをしたほうがいいよねとか、そのこうやったほうがいいよねという。 あの、正しい方法論というのは、あの、すでに大体確立してるんですよ。で、その通りできる人間がどれぐらいいるかっていうと、やっぱり人間はその弱い生き物なので、なんかあの飲み会があるよとか、なんか面白いゲームがあるよとか言ったら、こういう風に流されてしまうんですよ。っていうのがあるので、なので、その、あの、結局、その、知識があるっていうのと、それが実践できるかっていうのは全然別の話で、で、学生や後輩に対して、もしその、あの、自分の考えっていうのを伝えたいんだとすれば、 多分必要なのは知識ではなくて、説得する能力なんですよね。例えばじゃあその、マラソンのなんか大会があるから、毎日1キロ走った方がいいよっていうのを、あの1キロ走れやボケって言って、あのぶん殴ってやらせるっていうパターンも一つのやり方だし、その10キロのマラソンを成功した方がモテモテになって幸せになるかもしれないよね。あの子も振り向いてくれるかもしれないよねっていう、その 成功した時のその成功層を思い浮かべさせて、それに近づくためには毎日1キロ走らなきゃいけないよねっていう、その未来に対してじゃあ努力をしようとするのかっていう、その人に合わせた、その、この人が魅力的に感じてこれをやろうって思わせるような仕掛けっていうのって、人それぞれなんですよ。なんでそのなんか、 あのこうなったほうがいいよねっていう未来を見せてやるタイプの人に対して、そのあの殴ったり蹴ったりで、あの1キロ走らないと、これですみたいなことをやると、割とあとなんか、はむかわれたりとか、精神壊れたりするので、なので、そういうのも含めて、その人を説得するのって、いろんな性格の人がいるので、このパターンの性格の人だったらこうだよねみたいな方向論って変わるんですよね。 なのであの、知識があって、正しい方法が分かってるのであれば、あとはこういうタイプ、こういう性格の人にはこういうふうに説得したほうがいいみたいな、その説得のパターンみたいなのをちょっとずつ覚えるといいんじゃないかなと思います。